近頃私の動画のタイトル自己啓発スピリチュアルっぽくなっていますが、つけたいタイトルがつけられへんねん。政治と歴史的なことはぼやかしててもはいダメになんねん。なんか多分あの赤い酸っぱい系ともさんの、あともさんって共産のことやねんけど、ともさんの歴史のことを言われたくないんかな、知らんけど、めっちゃめんどくさいなと思ったんで、これからは好きにかぶれてるふり自己啓発的なことでそれちゃうでって言っていくしかないかなって思っています。恐怖支配で洗脳されてるから、好きにかぶれてる方もそろそろ目を覚ましていただきたい。産経新聞の前回の特集の続き、日本ともさん100年、2022年3月24日、矛盾と独善に満ちた本質。第1部、不、認めない歴史、上中下の下。中がないのかもしれないけど、何しか。有料会員記事で読めるところまで導入だけ、導入を拝借して、私が先人の書を紐解いて知り得たことを言っていきます。すべての記事はいらない。記事によりますと、政府は現在も友さん党を破壊活動防止法の調査対象団体に想定している。そうそう、日本共産党は中国共産党と同じ組織で、コミンテルンと言われてる国際共産党の一支部同士で、世界各国のコミッテルは、あ、コミッテルってコミンテルンのことを言います。コミッテルは国際組織、今大暴れしているオソロシアのプッチンプリみたいな名前の大統領はソビエテル連邦共産党やったんですよ。ソビエテル、ほんまは4文字なんですけど、共産は共産のこと、ソビエテル連邦はもうなくなりましたが、カタカナの層に連帯の連って書くところ、今現在えらいことになっているウクのライナーもその一部やったので、ちょっと引き気味に見てる方がいいって私は思っています。かわいそうが命取りやからな。YouTube さんは規約上、洗脳層や憤怒層の話題嫌うので、あまり見ないようにしています。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。で、私がいつも語っていることは、先人の書に書かれてあったことや、辞書レベルの、辞典レベルの話で、信じるか信じないかとかいうやつあるやん。神秘的なお話ではございません。先人の書、軍が出してたやつとか紐解いてるので、読んでるので、共産のところえらいことになってて、今共産国とにかく巻き込まれないようにせなあかんな、日本を石化させないようにしないといけないなと思いつつ、私には発信力ほとんどないので、頑張るのめんどくさくなったんで、知り得た情報のみを淡々とお伝えしていきます。とりあえず諦めつつこれを続けておきましょうって感じで、資本主義、社会主義、共産主義、この3つの主義は世界を牛耳る大きな勢力が作ったもので、単に揉めさせるために作ったでしょって感じやったんですね。で、これはしつこくしつこく言っていかないといけないんですけど、日本共産党と中国共産党は同じ組織、コミンテルンと言われてる国際共産党の一支部同士、世界各国のコミンテルンは一つの国際組織なんです。が、しかし、コミンテルンはもう消滅したって、目くじら立てて言ってくる人います。亡くなったことにしてるだけであるんちゃうのって見てるとええんちゃいますの。日本共産党、お名前変えないで、一途にやってはるやん。あれって、変えたらあかんことになってて、Cさんとかチーママで信念があるから、この名前を保ってるんじゃないと思うよ。コミッテルに指導団体っていうのがあって、それがまだあるんですよ。自由なおそうめん屋さんって私は呼んでるんですけどね。フリーなんとか、なんとかの部分がおそうめんメソンやねんけど、で、記事戻って、ある公安関係者は、次のように説明しています。戦前から党の性質や内実が一貫していることに尽きる。分かれて出た一派がやった行為や、分派のやった行為だ、分派。と主張しても、内部対立の結果であり、その指向性に大差はない。敵のデカタロンを放棄していないのが決定的だ。と説明する。やって。敵のデカタって怖いよね。でももう言わないようにしましょうって、C のおっさん言ってたけど、言ったみたいやけど、いや、そんなん信用したらあかんよ。友さんやし。
で、共産党が使用してきた敵のデカタロンを要約すれば、共産主義実現のため敵の出方によって防の力、核の命を行うとの考えだ。かつてソビエト連邦で核の命を実現したデニンが、ちょっと変な発音にしてお届けしておりますが、ゼロ人っていう感じにした方がいいかな。国家と核の命、1917年で、プロレタリア国家のブルジョア国家との交代は、防の力革命なしには不可能であると主張したように、共産主義の本質を表す用語だ。プロレタリアっていうのは貧乏人のこと、ブルジョアはお金持ち、核の命やる人たちはプロレタリアと独裁なるものを夢見て大暴れして、やから言うて、おいおいどういうことやねんとか言って、ありとあらゆるところを破壊していくんですよ。恐ろしい、あの革命が起こった時、多分きっと俺たちは搾取されてんねん、資本家は悪を言って刷り込まれた人たちがプロレタリアート独裁を夢見て、貧乏人独裁国家を夢見て、富の配分分配してもらえると思ってくちゃくちゃにしたら、新しく政府ができた時、別の民の族が入り込んで、ここをちゃんと詳しくお話ししたいねんけど、それは無理、ここでは無理、別のところやったらなんとかなるかもしれんけど、薄くなっててキリキリ読めるところまで。昨年9月の第3回中央委員会総会で、誤解を避けるため不使用を決めたが、敵のデカタロンは言いませんよって決めたけど、理論的に誤りだと認めたわけではない。だから言葉はまろやかにしましょうっていうことじゃないの。先人の書を紐解いて歴史の真実をごそごそしてみたら、昔からずっと同じことが展開されてんねん。この世の中にはあちらこちらに工作員なるものがいます。工作員として働いてると思ってないかもしれんけど、ええことしてるみたいな感じなんかもしれないけど、めっちゃ迷惑。せっか工作員って言われてたみたいで、せっかっていうのは赤く化けるって書くんですけど、思想を共産主義に変えていくことで、共産主義者はお口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖支配されて、洗脳されて、指令によって動かないといけなくなっていくんですね。で、任務が遂行できへんかったら、えらい目に遭いはるみたいで、それがめっちゃおもろいね。それは知っておくべきやと思うで。共産主義者の人たちって、人々に不平不満をすり込んで、これは何とかしないといけないって思わせて立ち上がらせようとするのよ。で、民主系の人たちって、トモさんと組んだりするやん。あれって、もともと同じ組織やったからやめやろなって私は分析しております。コミってると、社会統計の人たちが入ってた国際組織、社会の窓主義インターナショナル、あ、余計な窓入れました。社会の窓主義インターナショナルの副議長を務めになっているのが日本にいるんですね。それは社民のみずぽん、福島のみずほさんやねんけど、コミってると、もともと同じ組織やったんですね。コミってるができたのは、オスロシアの核の命が成功して、コミってる第3インターナショナルとして独立したんですよ。第2インターナショナル時代は、社会の窓主義インターナショナルと同じ組織で、コミテルができたと同時かな、その時に社会の窓主義インターナショナルができたんです。これからは別々に頑張っていきましょうね。社会の窓主義の方は資本主義社会において社会主義を目指しますっていうことやね、ことみたいやね。世界を牛耳る大きな勢力のご計画として、まず社会の主義にして共産の主義にしていくっていう計画があってんけど、オスロシアだけはソビエト連邦のところはひとっ飛びにトモさんの国になってしまいましたとさ、やて。で、トモさん主義者お口べっぴん笑顔の悪魔、仲間になったら必ず恐怖で支配しようとしてくんの。あいつらがやってることは洗脳オルグ、立間工作オルグっていうのは仲間に引き入れて構成員にしていくことやねんけど、立間工作って常に混乱させるのを使命にしてるから、仲間割れさせるのが使命みたいなところがある。関わると損するしストレス満開なので、私はそうスルーすることにしています。なぜならば、共産主義の人たちってミンチに厳しくて、任務が遂行できなかったら自己批判に応えろって意味不明なことを言われて、左の翼の人たちの言葉遣い、日本語の意味ちょっとおかしい、
自己批判なんて左の翼の人たちがするわけないやん、そんな塩らしいことするわけないやんって思われる方多数みたいで、私よく突っかかれんねんけど、いやいや自己批判に応えろって意味不明なことを言われてバカーンってされんの。なのでいちいち関わって論破してやろうとか思わず知らん顔しておけば任務が遂行できなくなるので、自己批判に持ち込まれはるんやろうなって、えなんでって感じで自己批判トリビアンボコボコンイタイタうーんっていう儀式が行われんねんて。ツイッターとかで怖いのとか書いてはる人いるけど、いやはいはい怖い怖いって知らん顔してんのが一番やで。